さて、今宵のお客様は。新しく買ったアイアンメイデンの扉の動きを確かめてます。福目役の時俊一です。よろしくお願いします。カッコつけた私が悪かった。同胞と呼ぶのはやめてくれないか。ドラルク役の福山ちゃんです。ようこそいらっしゃいました。吸血鬼すぐ死ぬ2特別番組、新横浜ハイボールで会いましょう。早速ですがトークに参りましょう。今回のテーマはこちら、福間でございます、はい、短いですが福間の紹介文をご用意いたしましたので、はい、時さんにお読みいただきましょう。はい、かしこまりました。福間さんです。若手なんですが、敏腕で鳴らすオータム書店の編集者です。ロナルド王戦記を担当しております。なんと編集旋風剣の使い手でバトルアクスが獲物です。初登場話数は第1期の第2話ということでございます。いいですね、やっぱね、なんとっていうとこと旋風っていうところが込み合わせがいいですね。やっぱ分かってらっしゃる。そのあと剣だからね。そう、斧使ってんのに剣って何よ。でもなんとってそういう流派ですよね。そうね。あの列車に乗る剣法もあるからね。そう、あとヘリコプターに乗るやつもあるこれもアニメオリジナルね。もう俺もよくいじられましたけど、その動き時っつって、その世代の人たちのね、いろいろもう、いや本当羨ましい名字してるよ。もうめちゃめちゃいじられましたね、その頃は。もうジョインジョインっていう名前も付けられたことありましたし、その時がなんとを使うんだよ。そうなんですよ。僕でもそう、一期の時はそういうところのあんまり披露する場所がなかったってところで、じゃあ二期どうなるのかってところからちょっとね、楽しみにしていただきたい、まさに無情無情な話ですが。うわ、もう全部知ってんな。なんで北斗右条拳の使い手だからね、今のは見事なダジャレだから。いや、これ伝わってんのかな。伝わってる、俺ら世代には、大爆笑してる。あと分からない子たちは原点を探ってほしい。そう、おじさんたちが楽しそうにしてるってことはすげえ面白いに違いない。そう、そしてこういった皆さんと直接コミュニケート取れないけど、その真ん中を通してコミュニケートが取れる、これ素晴らしいじゃないですか、うん、違うの、その拳の話をするコンテンツの回じゃないんです。んじゃないんです。んじゃなくて、私たちがやりますじゃないんですけど、福間さんであったりね、ちょっといろいろな話をしていこうと思うんですけど、やっぱでも逆に前回僕は福山さんが僕に聞いてくださったじゃないですか。いや俺絶対言わないよ。言ってくださいよ。付き合って。前回と同じと思っちゃいけないよ。同じことやったら皆さん飽きちゃうから、今回は時くんが主導権握っていいんだよ。あ、いいよいいよ、じゃあ何でも来て何でも来て、じゃあ、まあ福間さんという、まあもうそうなんですけれども、その周りを彩っているキャラクターたちいるじゃないですか、あれはやっぱりこうどう映っていましたか。どう映っていた、あ、俺はね、例えば福間さんもそうだし、いろいろいっぱいいるじゃない、きっと多分参考にいる人が秋田書店にいるんだなと思って。そうです。オータムならぬ秋田の方に、なんかこうそういう風に思っておくと、秋田書店がすごく俺の中でワクワクな福間でになるなと思って、福間で福間さんだけに。そういうことなんです。いちいちうまいね。どんだけ冷やし作って。そう、でも、僕は福間さんをやらせていただいた時に、まあ、キャストさんたちもこうご一緒した時に、やっぱ先輩たちもいらっしゃいましたし、まあ、福山さんとお久しぶりにまたご一緒できるというのもあったし、ただやっぱキャラクターとして口数が多いキャラクターではない、そして、まあ、敏腕という名の最強じゃないですか、ある種の最強種じゃないですか、っていうところでお芝居としても新たなこう発見ができるところでもあるんじゃないかなと思って、結構しっかりとこう、なんだろう、現場でもいろいろこう、頑張っていこうというか、なるほどね、夢になる現場になったなっていうのは真面目な話としては思いました、ね、いやだからこの吸血鬼すぐ死ぬのキャストを全員知って入ったわけじゃないから、俺だってだから最初はやっぱりロナルドを誰がやるかすらも知らない状態から出発して、あ、古川君とっていう中で、次にやっぱ興味出てくるんだったら、福間誰がやるのっていうところに、時俊一の名前が出た時に俺の顔をやるよ。ちょっとこれだけ一瞬喋んないで外しますね、はい。語ってますね今の顔で。なんか僕らは時がどうやるかなっていうのと、あと 時自体はキャストとかいろいろこの内容を見た時に多分震えるだろうなって。震えましたねあ、だから自分だったらたまったもんじゃないけど、一言だからにやってこう、いやもうこの顔現場入った時されましたもん、頑張れよっつって。逆にそういう風なところを勝ち上がってきた男だから、そうですよね。いやいや、でもやりがいは絶対あるじゃない。すごいありました、本当に、野谷さんからもこう、もうちょっとこういう風に、もう本当にこう人ならざる者の雰囲気だったりとか、そういうところのイメージを伝えていただきつつ、それこそその中でも福山さんにちょっとこういうイメージなのかもねみたいなこともアドバイスしてもらいつつみたいなので、やらせてもらいましたし、ちゃんと先輩らしいこと
ことしてんじゃん。いや、あのこれがなんですけど、僕本当ね優しいんですよ。優しいね。いやだからそういうところがやっぱね、やっぱ好かれてると思いますよ。それ話さなきゃめんどくさい先輩で済んだのに、うん、いいエピソードしちゃったからね。うん、そうそうそう。僕はちゃんといい先輩だと思ってますよ。話さないと俺は自分から引き出すから。やっぱ話してほしいんじゃん。いやでもやっぱいい経験だったのが、あのほら魅力とさ。あの絡むじゃない、だから流星さんとやれたじゃん、はいはい、ああいうのとか、あれ絡みで撮ったでしょ。撮りましたね。でしょ。だからでこれが ああいうなんかこう今時くんの世代だと流星さんともろにさ、こう一緒にやらせていくかもなかなかないけど、ないですね。ただ僕らだって今和彦さんとか、それこそ千葉さんとかと一緒にこうガーってこうぶつかり合う作品ってそうそうないから、なんかそういう機会がこういうなんかこういわゆるこの吸血鬼すぐ死ぬってさ、面白いんだけど現場で、自分が一番面白くない錯覚に陥るじゃん。それは思いますね。敗北感感じるよね。だからその時ってあの洗っても洗っても落ちない汚れをシャワーで洗い流すずっと手洗い続けるみたいな、ね、そう落ちないの、あの滑った感覚が落ちないの。いやそれこそ俺らがさ、時くんぐらいの年齢の時さ、ヒカリアンってやってたじゃない。やってましたね。あれ毎週千葉さんに敗北感感じてたよね。いや何やったって千葉さんに持ってかれましたから ね、 ね、あの時まだそのリハブイがなくて通し見とかしてたからテストも2回やってたのね。あ千葉さんテストラッセス本番全部書いてくるんだ。そうなんですよね。そうそう、僕も一生ご一緒させてもらったことありますけども、全部それこそそういう部分をこう、それいろんなパターンを考えて、だからあの上の先輩たちの妖怪っぷりは俺たちはまざまざと死んできたから、ね、そうですよね。だからもうあの吸血鬼の時の覚悟完了具合はすごいよ。今のは秋田書店のですね、うまいこと覚悟の勧めから入りましたちゃんと秋田書店のね、すごい調べてますねすげえな。でもやっぱそう、そうですね、その覚悟っていうか、当たって砕くるっていうつもりも全然なくて、ただやっぱ先輩たちがいた中で先輩たちが50、100喋った中で、あの福間さんがポンって残したところでちゃんと一撃を残して帰るっていうことが彼の多分最大の意義だとも思ったので、そこに一撃かけようと思いながら毎回やらせてもらってましたね。いやでも2期に入ってくるとさ、オータム側が熱くなるじゃん。そうなんですよね。あれはどういう風に見てたの、聞いてたの。いよいよこちらの軍勢が、そのなんだろう、やっぱメインのそのなんて言うんでしょうね、コメディーパートというか、まあ盛り上がるパートっていろいろな軍勢があるじゃないですか。そこにまだやっぱ一気になると、オータム書店はまだちょっとなかなかお邪魔できてなかったっていうところで、もうオータム書店の我々の陣営たちがドーンってお邪魔することによって、また新たなこう負けねえぞっていうこっちのチームの、あのまあね、キャストさんたちも、もうやっぱキャストさんたちもその作品の雰囲気も分かってらっしゃいましたし、福山さんたちが演じているのを外で見ながら、なあもうみんな当たってんな、まあぶつかってんなっていうのを感じていたので、もう毎回ブースに入るたびにみんなでこうああでもないこうでもないそれぞれで、あの自分のパートじゃないときにもう真面目にこう俺だったらどうしようっていうのを考えながらやってるのを感じたので、めちゃめちゃ楽しかったですね。なるほどね。意外とギャグの現場ってなんかみんなで笑ってギャッハッハってより、割とみんな台本読んでしかめ面してる人もいるよね。そうですよね。その今の笑いの雰囲気の、この波の雰囲気とか、そのなんか潮風じゃないですけど、今この風吹いてるなって時のそこと違うものをやってもやっぱ滑るし、そうじゃない流れをぶった切っても切れるしみたいなところの、あの雰囲気は本当になんかこの現場で一番感じれたかなって、でしょ。絶対さ、千葉さんとか井上さんとか秋夫さんとか上の人たちってさ、テストで完成品じゃなくて、その形として同じことをやっててもさ、違う熱量を絶対やるじゃない、だからいわゆるこうノックをされてる感覚としたら、イレギュラーバウンドをこう備えるため の、 腰を落とし切らない感覚柔軟に動けないとね。そうだけど瞬発力が出せるぐらいの力具合とかを、マイクのところでずっとこう構えているっていうさ、あれたまんないよね。いや本当に固めていってはいけないっていうことをふつふつと感じれる現場だなって、思いましたね。いやだけど特に今回オータム側で行くとさ、あれ伊勢はだいぶ先輩なの？先輩は先輩なんですけど、もう結構みんな知ってる方も多いんですけど、僕高校の先輩なんですよ、伊勢さん。マジで？伊勢高校？違います。理事長の娘じゃねえかよとある高校の時に、僕が1年生の時に、2年生の時に伊勢さんが3年生だったんです。おー、かぶってんだ。で、その別の現場の時にその話もさせていただいたこともあったりしてて、で、今回も会った時に、結構先輩ではあるんです、当然。その僕が高校生の時、僕、大学卒業して2年後にこの仕事始めてるんで、先輩としてはすごい先輩なんですけど、学校の時に、僕はその後輩でしたっていう話をその時にしてから、最近どう、そ
それこそ福間さんの、うん、あの現場の時にも、うん、あの最近どうみたいな、うん、いろいろ頑張らせていただいて、うん、ちょっと一緒にできて嬉しいとかいうことも言ってくださって、うん、すげえ、まあ、それこそ福間さんからしたら後輩のキャラクターではあるんですけど、うん、本当にそういうふうにあの役者としては先輩がいろいろ、うん、あの空気を作ってくださって、うんうん、そしてあの社長というか編集長というか、ね、編集長が、うん、もういわゆるなんだろう、ヒントで言うならば、鉄鋼いやいやオリハルコンって人ね、かてえかてえ業界一固いと思う、そう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 、うん、あのすごかったのが、うん、そのまあオータム書店チームで、うん、まあ収録をした時に、うん、奈良さんが編集長が一番今声が若くて、うん、不思議な現象、不思議な現象が起こっていて、あの人の声いつまでも若いもんね、みずみずしいからね、そうなんですよ、だからそれを一回初めてあの編集長として出た後に、俺はそこは絡むとこじゃなかったから、はい、1回目は、だからこうやってバーってスタジオから出る時にすれ違いで終わりさせて、またよろしくお願いしますって、次ってやった時に、ああこんな感じだってのは分かったからっつって怖いねその感じがもうでも編集長なんですよね、マジでもう男だから、そうですね、かっこいい、でも一発目からすごかったと思うけど、あれは様子見なんだよね、そうですね、次からもっとかますぞって宣言だよね、だまだね、鉄だねオリハルコンは出てない、どんどん高度が増していく、また高度が、はい、鍛錬されていって、はいはいはい、まあ、カチカチのものに、はい、それでオリハルコンの硬さを持った柔軟性もあるっていうね、そう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 、厄介な存在なの、熱いからこう常に柔らかく誘導していく、そうだね、そうです、うまいこと言うね、いや弟子ですから、はい、なのでこの語彙を盗んでいこうぜ、そのオリハルコンは一体誰なのかをぜひともですね確かめていただけたら幸いですね、はい、うん、ぜひ楽しみにして、みんな思う硬いわそれなんです、オータム書店の福間です。さて続いては告知コーナーです。テレビアニメ吸血鬼すぐ死ぬ2は2023年1月9日月曜日23時より東京 MX 他にて放送開始です。またアベマでは地上波先行独占先行配信も決定しております。地上波より30分早く1月9日月曜日22時30分よりご覧いただけます。他サービスでも順次配信予定となりますのでお楽しみに。ぜひ放送前に各配信サイトやブルーレイディスクにて第1期を振り返ってくださいね。さらに主題歌は第1期から引き続き私福山潤と、亀屋役の近藤孝之さん、そして、日吉役の小野何がしが組むっていう、デュオ、トラッドさんが担当となります、トラッドさんが担当となるんだそうです。はい、オープニングは福山潤、私ですねが歌うニュードラマパラダイス、エンディングはトラッドが歌う、コージークレイジーパーティーとなります。 CD も予約受付中ですのでぜひご予約ください。また吸血鬼すぐ死ぬキャラクターソング入りサウンドトラックは2022年12月21日水曜日に発売です。ドラルクとロナルド、ジョンのキャラクターソングのほか、アニメ本編に使用された劇版がたくさん収録されます。なんと編集潜伏権。さて今宵はそろそろお開きの時間となってまいりました。いやどうでしたこの2本続けて、まあ少なくとも今日はシャワー浴びずには済むかな、ね、ただ問題は自分たちが使った労力とギャラが折り合ってるかどうかを考えよう。そうですね、なぜかというと俺ら4本分ぐらいやってるから。なんでしょうねそれは自分で仕向けたんじゃん。いやいやそうだけど、それは全て1本目と2本目に千葉さんと井上さん持ってきたからなってプレッシャーだった。いやいや、でその後にだってちゃんとするのは田村たちがやってるわけじゃないですか、うん、地ならししてくれて、ようやっと廃主人公銅像の回で、ちゃんとなんか第1話って感じでしたね。見事な、でもこれもハードル上げてますよね、だから次のゲスト大変ですよ、ロナルドの古川くんと、そしてショットの田丸くんでしょ、うん、そう、うわ、でもほら田丸くんがいますから。お、だって俺あんま話したことないんだけど、だってそのいわゆる脇毛のすり残しに興奮するっていう性癖を暴露したり有名な、それは田丸くんじゃなくてショットの方だったさ、今ので間接的にハードルが上がりました、はい、そしてここはブルーレイに行くかもしれません田丸さん頑張ってねということでね、はい、このまま行くとまた取れ高が増えちゃうんで、はい、最後にね、ご覧の皆様にメッセージを
じゃあ、トキさんからお願いします。はい、福間をやらせていただいているトキと申します。本当に先輩たちのこう、ロウリュを受けて、我々も全力でお芝居させていただいた結果、すごく本当に素敵な作品となっていると思いますので、ぜひぜひワンチームで作り上げた、吸血鬼すぐ死ぬを、見ていただきたいと思います。一期と二期ともどもよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは福山さん。はい、というわけでございまして、吸血鬼すぐ死ぬ2ということでございまして、いやこれはもう本当一期から引き続きましてね、何も考えずに心を空っぽにして見れる番組でございますので、ぜひとも月曜日の夜というですね、大変憂鬱な月曜日がなんとパーティーになることか、その日がですね、皆様にはやっと訪れるわけでございます。ということで、世の中は寒い時期ですが、心をあったかくしてですね、ぜひともご覧いただけたら幸いでございます。そしてまだこれからまだ見ますよ、これから見てないって方はぜひともですね、各種配信サイト、そしてですね、ブルーレイ DVD をお手に入れていただいてからですね、吸血鬼すぐ死ぬの第一期をですね、一気見していただけたら幸いでございます。というわけでございまして、笑顔は二期二期、福山潤でございました。座布団2枚持ってきてください。ご来店ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。それではまた次の夜にお会いいたしましょう。今宵のお相手は豪雪役稲田哲と、福間役時俊一と、ドラルク役福山潤でした。次回はどんな夜になるのでしょうか。 See you next night. Bye bye. Good night.